チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんズキッチン、お弁当用常備菜コーナーやっていきましょう。そんなコーナーあったっけまあ何でもいいや、作っていきましょう。はい、またね、ちょっと生物を扱うんで、ちょっとまずラップを引いて、そうそう、ちょっとね、手も、まあ、さっき、はい、アルコール除菌しておきましょう。はい、アルコールってあれね、パストリーゼまあそんなにね、気にせんでもいいんだけど、一応あっちゃんはそんな気にせえへんだけどね、多分大丈夫やと思うんだけど、動画上ね、みんなはやっぱあれなんでしときます。はい気をつけてくださいねっていうことで、食中毒は怖いんでね、気をつけてください。多分あっちゃんは大丈夫。あっちゃん今までこれで食中毒出したことないから、まあ出したことないからって安心してたらあかんねんで、かなり危ないねんでっていうことで、ちょっと鶏肉1枚、鶏もも肉です。これは国産鶏もも肉、大桑で買ってきた。でいきましょう。ちょっと待ってね、冷蔵庫へ直しときましょう。一回冷蔵庫に直しましょう。包丁もちゃんと洗ってね、包丁もね、A のとこも菌があるって書いてくれた人は、そうやね、A のとこもちゃんと洗ってね、殺菌しましょう。はい。で、何を作るかって言ったら、この前ね、鶏胸じゃなく鶏ももの、常備菜であれ作ったやんか、照り焼き、あれね、味は美味しかったんけど、ちょっとパサパサ感があったんね。あっちゃんも食べてんけど、パサつきがあって、子供もパサパサやったーって言ったから、鶏ももでリベンジしたいと思います。はい。で、はい、もう一回レシピこれ見ます。ね、合ってるか覚えてると思うんだけど、大体ね。一回作ったやつやからね。で、鶏。まだこれもね、ちょっとね、アレンジじゃないんだけど、粉はたきましょう。鶏もも肉で、塩少々。皮目にフォークなどを刺して、数箇所穴開けて塩を振ります。フライパンにサラダ油を熱して、皮目から焼く。焼き色がしっかりと裏返して両面。で、裏返して両面焼く。蓋をして約5分焼く。中まで火を通す。はい、ってことなんでね、やっていきましょう。で、いきましょう、まず。まずフォーク。で、皮目にブチュブチュブチュっていきます。で、塩を振る。胡椒振らへんね、塩だけやね。はい、やりましょう。まあ、この通りに作りましょう。やねんけども、ちょっとだけアレンジ。包丁まだ使わへん、出さんでよかったな。ブス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 ピッ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 、皮目にブス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 。作っといたらね、おかずにも食べられるし、お弁当だけなんよね。あんまりね、量を作ってしまうと、1週間で食べきった方がいいから、冷凍してもね、食べきれへんかったらさ、あれし、で、毎日入れたら飽きるやんか。だから時々しか入れへんから、週に3回程度やから、3食分ぐらい作っときゃそれで OK なのね。あんまり作りすぎると。足りないんでーっていうことで。はい、フォークで刺したら、塩。塩は、よいしょ、岩塩を軽くして裏返して、はい、で手を洗って、洗ったらパストリーで、はい、最後にパンってやるのなんか知らんけど、要はね、お店の人がやってるからあちゃんは真似してるだけだけどね。はい。で焼きましょう。
ちっちゃいフライパンが役に立つね、こういう時ね。まあ、油を引いて、これには蓋がない、ね、でっかい蓋しかない、まあ、でっかい蓋で大は小を兼ねるでしょう。あ、水が入っとった。まず、あちちちち跳ねた。まず皮目の方から焼きます。油跳ねるな。火つけてるでほんま吹いて危ないんだよね。よいしょ。で裏返して。あ、もうちょっとやろうか、うん、弱火やった。もうちょっとこんがり焼こう。ほんまはこの辺で裏返した感じで、ちゃんと焼けてから裏返した感じで、鶏さんから油出るからね、その油で揚げ焼きっぽく焼きます。もうちょっとかな。もういいよ。ある程度ね、色が変わってきたらちょっと弱火にします。じゃあ弱火のちょっと強い目で蓋して5分。ちっちゃいフライパン用の蓋買わなあかんわ。ないよ。これで5分。これ説明書通りね。で、説明書通りに、ちゃんと説明書通りに、ちゃんと作りましょう。はい、今回はね。はい、弱火で5分ほど。で、調味料の準備したか。あれどこ行ったっけ。計量スプーンちゃんがなくなったね。あった。売ってた。やっとこ。
あと2分半。ぶらかしたのかな、あ、反対か、追い分けへん気がするな。はい、あと10秒ぐらい。9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、5分経ったんで蓋開けます。で、余分な油は拭き取りましょう。カケラがどっか行っちゃった。一緒に焼いとったね。あれ、味見用に取ったったのに。まあいいや。で、そんなハプニングもあります。はい。で、ここにね、砂糖。砂糖適当。で、醤油。醤油大さじ1で、みりん大さじ半分で、お酒小さじ1ぐらい、ちょっと入れすぎた。で、中火にして絡めていきます。絡めていきます。蒸発するまでね、絡めていきます。蒸発というか、だいたいね、汁気がなくなるまで。あ、粉つけなさい、まだ。まあいいわ。もうやったら大丈夫やろ。
とねを絡めていって、そろそろタレがなくなってきたね。はい、これで はい、これで、お皿に取っておきましょう。で、粗熱冷めるまで置いておきます。はい、照り焼きのね、鶏ももが粗熱冷めたんで、ちょっと切っていきたいと思います。さあ、どうかな。ちょっとここで切りましょう。ちょっとパストリーゼ済みなんで大丈夫です。はい、はい、パストリーゼ済みのフライパンじゃないよ、まな板に乗せてちょっと切りましょう。もう粗熱冷めてるんでね、一口大ぐらい、あんま大きいとね、お弁当に入れるときあれなんで、これぐらいに切りましょうか。ちっちゃかったら食べ応えないしね。こんなもんで、これぐらいかな。ちっちゃかったかな。まあね、これぐらい方がいいかな。はい、これで、またあれに入れておきましょう。容器にね。はい、どうしようかな、どこ入れようかな。はい、まあこんな感じでね、こう入れときましょう。こんな感じに入れといたらね、
れてない。味見にしよう。まあ、こんな感じで、またラップして冷凍しておきます。これちょっとね、子供にちょっと味見させてみましょう。ちょっとあちもちょっとだけ食べようかな。いかがでしたでしょうか。あっちゃんの、あっちゃんズキッチン、お弁当用常備菜、鶏ももの、照り焼き、結構ね今食べた感じは美味しい。これが冷凍して解凍されるとどうなるのか、パサパサになるのか、またやってみたいと思います。でこれで、ね、美味しければ OK やし、ダメやったらまた小麦粉を炊くかなんか考えないといけないしね、こんな感じでいろいろ試してみたいと思います。で、子供にちょっと食べさせてみようということで、あっちゃんちの、お弁当用常備菜、鶏ももの照り焼き、よかったよと思ってくれたら高評価を。で、応援、コメント、こんなんもいいよっていうなんかアイデアとかあったら、で、チャンネル登録して見てくれたら嬉しいんで、よろしくお願いします。またね、バイバイ。